Saburo, Kenshin to Gunige, Sodinga, Wissing to Novagino Joken, Hojo no Tamino 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 Tamino俺にはもう生きていく場所がない。生きる意味もない。これより汝は我が子なり上杉景虎として生を全うすべし。不安に思うことはありません。可愛い景虎。 ご覧なさい。武田家が軍勢を仕切りに動かして、G行動をとっています。統率の取れた動きだこと。なんという異様。あれが戦国最強武田騎馬軍団。されど。さよう。指物武田騎馬軍団がいくら盛況だろうと、 謙信公の義の闘争は阻めませぬ。そうですな、景勝様。うん。宿敵、いざ参らん。関東に意を示した謙信は北条と和議を結び越後に帰還した。 謙信の宿敵信玄は上杉が関東に出陣した隙をつき信濃に侵攻。川中島に前線基地となる海津城を築く。信濃の豪族たちは謙信に助けを求めた。謙信はすぐさま川中島に出陣し妻女山に陣を構える。 関東に続き、この川中島の地でも神の軍略が炸裂しようとしていた。上杉の将川中島の戦い。 じゃ検証。上杉の義のために。いらっしゃいませ。お買い得品があります。 ありがとうございます。ありがとう。あじゃけ。
キツキ戦法カンパセリ本体を八幡原へ。武田は斎藤さんの上杉本体をつつき八幡原へ追いやろうとしている。信玄は必ず本陣を海津城から八幡原へ移す。その前に八幡原へ本体を移し裏をかくと。ぜ西条さんには挑戦をしんがりの魅力開門。に仕掛けることで父上が山から動かぬと思わせるんですね。八幡原西陣へ挑戦。はっ、これはどう？なんでこんなとこに上杉が？受けてみよう。信玄に蹴取られてはならない。忍びの口を封じるんだ。最初さん途方に武田の援軍放っておけば父上が本陣にいないことを悟られる。お急は兵の生命線堅守せよ。武田の増援速やかに打つべし。そろそろ引き続きが謙信公をつつく。念のため西条さんの様子偵察してみよう。受けてみよう。発動せよ。気概を見せる。速やかに撃つべし。策を隠し通すため左近が偵察隊を倒すのですね。
必ずや守り抜いてみせます。 格欲の陣にて上杉軍を迎え撃て。車がかりにて格欲を崩す。 本体を狙ってる。止めねば。気が弱い。なれど城西側に誇りあり。迅速に中央砦を落とし海津城の裏を突く。
ここは盗作か。海津城の命令はこの砦にかかっている。気が回ったもんだ。
討ち取ったり投げてみよう。たぎるぞ。解剖報いようかね。ウニは義と愛の前に屈したぞ。